どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はカードに込められた能力を使って自分の軍隊をどんどん強化していって敵を倒していこうという感じの広告のゲーム、カードバトルというゲーム遊んでいきたいと思います。広告のゲーム好きな人、チャンネル登録と高評価もよろしく。ということで皆さん、めちゃくちゃシンプルな画面にやってきました。早速じゃあやっていきたいと思います。このゲームね、めちゃめちゃ有名な、かける3倍、このカードをこの子に使うとって感じかな。おお、3倍、やっぱそうか、かける3の能力を得ることができると、こうやってどんどん自分の軍隊強化していこうという感じのゲームやね。これはね、コインもゲットしました、ありがとうございます。レベル2やっていきたいと思います。このゲームね、ボードっていうめちゃめちゃ広告ゲームで有名な会社のねゲームやねんけど、めちゃくちゃ面白いよね。全部かける3、待って、これちょっと待って、なんか新しいあるやん。これなんだ、剣だ。剣をとりあえずこの子に装備させて、あ、いいね、攻撃力上がっていく。これ盾かな、盾も攻撃力上げて90にしてからさらに3倍にすると、おおこれちょっとパズル要素もあるんやね。先に3倍にするんじゃなくて、剣と盾を装備にさせてから3倍にすると。ファイヤーかな、レベル3やってきました。おお、なんかめちゃ待って、手札事故起きてるんやけど。うん、ファイヤーを、あ、これは敵に撃つ感じなんかな。ファイヤー発射、火炎の豪華球。お、え、ワンパンめっちゃ強いやん。てこれでもこれ一発ずつしか当たんないのか。まあまあしゃあないね。これ真ん中の標準合わせて、なるほどね、3枚あると3体の敵倒せるって感じか。レベル4やってきました。ちょっと待って、めちゃくちゃ人数多くなってきたぞ。これはでもまずはファイヤーで倒していいんじゃないか。ちょっと真ん中ら辺で、あわよくば誰かに当たってほしい。おお、あ、避けた避けてくんやけどこいつら。じゃあとりあえず、あ、これなんか光ってるやつに付与できるって感じか。これちょうど2人に付与できないようになってるな。じゃあこれ1個剣あげて、この子にも剣あげて、これ剣もう1個あげれる。あ、もう1個あげれる。あ、てか待って、めっちゃかっこよくなった。これで3倍にすると、これめっちゃ強いぞ。これ123人いるからね。おー、キャ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 伝説の騎士誕生。レベル5やってきました。調子いいね、今回は。お、なんか、お、見て。かける5あるんやけど。え、待って、プラス1もあるな。まあ、とりあえず火の玉投げておいて、ダメージ与えて。これは100ダメかな？あ、100ダメぐらいか。てか、ワンパンで倒せるって感じかな？で、とりあえずこれをやって、こっちもつけて、まずはプラス1してからのがいいかな？これは。プラス1して。待って、これならかける5、2人に付与できるやん。これでかける、おほほ、来た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 。なるほど、ちょっとパズル要素がちょっとすごいな、このゲーム。いいね。すべて見えてきました。お、新しいカード。なんだこれ、チキンゲットしました。レベル6やってきました。お、いいね。チキン3つ来てるね。チキンを装備するって感じかな、今回は。え？待って。え、これやばい。ちょっと待って。攻撃力2になってんや。あ、こういうことか。敵にやるやつか、これ。これもこっちだ。てか待って、よくわかったかも。これ赤色やと敵にダメージ与えれるってやつなのかな？うわ、これちょっとチキン進化しろ。うわ、2のままだ。チキンに剣持たせても2のままやねんけど。あ、やばい、ひねり潰された。なるほどね、これ。赤色のカードは敵に使おうっていう感じかな。こんな感じで、じゃあ3つ揃ってるから敵にやって、で、火の玉を、ちょっと真ん中ぐらいにやると全員に当たると OK。で、装備して、剣を。これでもう、鶏はもう、チキにしてやるわ。お、新しいカード来ました。何これなんかよくわからん。やっとここからチュートリアルが終わりって感じかな。ここからがちょっとお金を使って、パワーとか上げれるって感じか。お金を増やすか、まあパワーを上げる。まあお金ちょっと増やしながらでいいかな。あ、これちょっと気になるね。あ、これ自分にバフするやつだな、青色やから。これちょっと一回使ってみようか。お、巨大化巨大化できると。まあ、とりあえずこれをチキンに変えておいて、こうやってさらに強化して、さらにこの巨人を3人に増やしていく。これはもう余裕勝ちですね。これもう、あ、やばい、1人やられたけど持って帰ったけど、まあ大丈夫と。お、新しいカード、弓矢ゲットしました。これはもしかして自分のチームを弓矢に変えれるって感じかな。これだ。やっぱそうだな、自分のチーム側だな。オッケー、じゃあ一人をちょっと弓矢にしといて、多分後方側にしといた方がいいよね。で、弓矢の人はやめておいて、こっちをちょっと強くしといてと。で、ちょっとこっちちょっと強そうやから、これをチキンに変えて、弓矢を5体にする。これでどうだろう。これ微妙かな、この作戦。この作戦結構ありやと思うけど。いや、強いか。いや、いけるか。いける？いや、いけないか。いや、ギリ、うわ、ちょ、同時、いやいや、ちょっと待って同時は負けなんか、俺の。新しいステージ来ました。これでちょっと力が上げれるから、パワーちょっと上げていこうか。2段階ぐらい上げておいてと。お、なんか強くなったね。服装着してるやん、俺たち。うわー、これなんかむずいなー。え、これもさ、1人に集約する方がいいんじゃないの？これ、盾とか巨人族の力とか、これも。で、これ槍に変えて、かける5にする。これでいいんじゃない？一点集中型でいいんじゃないか。ほらほら、ヘイト買っておいて、そっちで。いや、どうだ？いや、ほらほらほら、やっぱりそうだ。え、なんだ？奥の方進み始めた。
で第2ラウンド、なるほどねなるほど、クリアするまでちょっと時間かかるって感じか。皆さん、恐竜がついに出てきてしまいました。恐竜が出ても何も変わらない。俺がやることはとりあえず1人に集約してかける3倍にする。これが1枚で、手前のやつにヘイトをかわしておいて、その間に攻撃させる。 OK、 完璧。よし、レベル20までやってきました。結構ね、敵も強くなってきて、ちゃんと考えないと負けかなと思うんやけど、いつも勝てちゃう同じ戦法で大体いつも勝てる。これでかける3倍にして、まあ、これで多分勝ちですね。なんかあのディノサウルスみたいなやつがね、結構強いんやけど、毎回。いや、いけるか。いや、ちょっと待って、結構やばい、結構やばい、え、結構やばい、結構やばい、いける、いける。あ、危ねえ、いけたか。危ねえ、危ねえ、危ねえ。これでまた新コースゲットかな。お、ニューカード来ました。これは恐竜、ここに来て新カード結構熱いな。あ、恐竜カード、あ、待って、マイナス3カードとかあるやん。あ、これで敵を減らせるんだ、マイナス3。ここでじゃあちょっとディノを減らしておいて、とまずは強化して、でこれもディノにして、おお強いよ攻撃力で。1人増やして、え、これディノが1プラス1されないんだ。なるほど、人間がプラス1、元のやつをプラス1するって感じか。まあでもこれでかける3なんで、これはでかいと。かけるとプラスって違うのか、今になって気づいたわ。お、新しいカード来ました。なんかポイズンドリンク。うわ、敵めっちゃ多いぞ。これポイズンドリンク、あ、結構効果範囲広い。これはじゃあ数減らす方が大事かな。この辺だ、この辺で。お、一気に破壊か、ポイズンドリンクは。これはでかい。じゃあちょっと火の玉もこっちの方にバンバンぶつけておいて。 OK、 いいよ。でここら辺はちょっとディノを変えたいという気持ちの方が強いから、ディノを使って。 OK、 でこれで強化してかける 30? 絶対勝つや。うわ強すぎるやろこれ、かける30は。何を迷ってたんだ今まで俺は。これ恐竜にして、恐竜にさ、これ、あ、これつけれないんや。これはヒューマンにしかつけれないんや。こうしてこうして、プラス3をじゃあ恐竜にすればいいんか。あ、そうか、これ元々になるんか。これプラス3は、あ、元々になるんだ。これはでもどうすればいいんだ、これ勝てるか。いや、お、あっぶね、ギリギリ勝てた、ナイス。お、なんかみんな新しい敵、スパイダー出てきました。これスパイダー出てきたってことは、俺もスパイダーになれる可能性があるってことじゃない。でこれやってプラス3にしてから、みんなをかける3倍にしていくと。これはね、負けないね、このパターン。 OKOKOK、 スパイダー俺ちょっとね、雲苦手やからね、ちょっとなるべく早く返してほしい。 OK、 ナイス。あ、来た、ニューカード、やっぱ雲ゲットできるんだ、結構いいぞ。お、なんだ、セレクト1ボーナスカード、ボーナスプラス3するか。いや、このドリンクだろさすがに。これでじゃあ3体ぐらいここ破壊しといてと。で雲ってどうなるんだ。あ、雲になるんだ。雲に盾とかは、あ、雲盾装着できるやん。でこれは、あ、剣も装着できる。じゃあこっちをじゃあディノにして、かける5を両方に与えると。 OK 強いぞこれ。ディノにはね、この剣と盾装着できなかったよね確か。OK、 待って、なんか第二ステージ来た。待って、何これ、何これ、さらに非常にファニーなゲームになってきたぞ。とりあえずじゃあめちゃめちゃ強そうなこのディノたちを大きくする必要があるかさすがに。でこの雲をさらに二重にする、この雲をさらに二重で攻撃力を上げてって、でこのチキンをなるべく攻撃力の高いやつら、もうこの辺かな。いや、どこでも一緒か、この辺にしよう。 OK、 勝てるかお前たち、いけるか、いけるか、いけるか、いけそうだな、いけるけど、このディノが強い、強い強いナイス、動物軍団マジ強いわ。ということで皆さん、最後は見て、巨大なやつ2つにかける10やと思うよね、これ100ではないと思うから、これで数の暴力で押し切っていきたいなと思います。これで巨大化してって、さらにこれで盾もつけて、でプラス3すると、まあ弱いやつが来るんやけど、一気にかける3を全員に10。おわこれはやばいです、これは蹂躙しろお前ら、蹂躙。 OK、 ナイス、強すぎるえ、新しいカード来ました。ちょっと待って、これは試したいな。これなんなん、これ、これちょっと気になるな。あ、これ一人一体にしかつけれないな。これなんだ、 あ、羽、何何これ、蜂か。蜂をじゃあちょっと攻撃力プラスにしといて、雲は一体しかできないから、ちょっとこれ蜂弱いから、ちょっと一体雲に変えてこうか。でこれでプラス3を、雲が一番強いからプラス3しといてと。あ、そっか、変えれないんか。でこの辺じゃかける3にしとこうか。 OK まあ数が多いって感じなんかな、8は。数の暴力で押し切ろうって感じか。 OK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 、 やれやれやれ、お前たちやれやれ。 OK、 うわ、第2ステージ来てる、ちょっと待ってよ、マジかよ。さらにじゃあちょっと弱そうなこの子を8に変えて、15か、弱いんよね、でも15は。1体を雲に変えて、巨大化を
まあ、この8にしようか。あ、8巨大にしても23やぞ攻撃力。ちょっと弱いな。ちょっと8めっちゃ弱いわ。二度と使いたくない。お、なんだ、カードをシャッフルとかできんのかこれ。あ、カードの攻撃力を次上げれるようになるんか。へえ、ディノも上げて、あ、ディノを上げるとほらトリケラトプスになったりするんや。盾をじゃあこの子たちに装備して、剣も装備して、ディノに変えて、こっちをプラス7と。いいね、なんかすごい面白いゲームやったわ。ということでこの動画ね、楽しんでくれたらチャンネル登録と高評価もよろしく。また明日、バイバイ。